いやーよっしゃーやっと来たチャンネル登録よろしくね。はい。あ、久しぶりで声が。はい、どうも小橋です。さあ、本当にね、もう約2週間ぶりの配信になってしまって、本当に申し訳ございません。心配をくださるね、方も何人もいらっしゃったんですけどね。無事です。ですね。ただね、まあ、どんな感じかっていうと、今週のラントナですね。スコアはこうなんですけどね。ランキングこうなんですけどね。回数はこんな感じ。あ、今、6月の2日の日曜日の夜23時過ぎでございます。はい。こんな感じの中、なんとか、この順位をね、幸運にもキープしております。もう、今更なんですけど、多分配信は6月3日の月曜日になると思いますけどね。前にセットになったイグナイトが無風なのでね、吹いておりますっていうところなんですけどね。まあ、ほんとね、仕事とかで忙しくてね、うん。なので、ラリーで250以内になることをね、最優先して、ちょうど出現率が高いね、ボス出現率が高いラリーだったんでね、もうひたすら、もうそっちにシフトして、頑張っていました。はい。なので、本当に配信もできず、本当に申し訳ございませんでした。うん。いつもに毎、まあ、出演仕事頑張ってね、6月、1日土曜日、2日日曜日でね、嫁氏のご両親をねぎらう旅行っていう感じでね、まあ、小橋ジュニアたちとね、一緒にね、まあ、栃木県の方、いろいろね、那須とか日光とか行ってきてね、まあ、小橋ジュニアにとって初めてのね、ニジマス釣り体験とかね、そのままね、焼いて食べて、なんてね、とかいろいろしてね、まあ、ちょっと楽しい旅行もしつつだったのでね、ミンゴルおよび配信がね、おごそかになってしまって本当に申し訳ございません。はい、お詫びはここまでにして、そんなこんなでね、タクミギアドロップが9枚ドロップしたのかな、うん、で、250以内に入ったのでね、タクミギアが41枚ゲットできました。で、かねてからタクミギアは1枚ずつ交換した方が変換率高いんじゃないかっていうね、議題があったのでね、せっかく41枚、まあ、この41枚だけじゃ判断できないんですけどね、まあ、20と21に分けてちょっとやってみたいと思います。長くなるのでね、こっから急に小橋の言葉がめっちゃ早送りになるかもしれないんですけどね、そこはご了承ください。まずは10枚ずついきますよ。何枚変換されるかな。あ、ちなみに、出現割合、プラチナが 34%、66% がゴールド、シルバーなんでね。まあ、6割近く、カンストしてる小橋。まあ、9割方カンストしてる小橋としてはね、まあ、6割以上は、なるといいなっていうところなんでね。まずは、この20枚で、12枚変換されるかっていうところは大事なポイントですね。はい、どうでしょう。バスーン。あ、リリリリ。なるほどですね。よいしょ。コイン変換。んぎゃー、プラチナー。コイン変換。んぎゃー、プラチナー。んぎゃー、プラチナー。んぎゃー、プラチナー。コイン変換。んぎゃー、プラチナー。多すぎやろ、コイン変換。コイン変換。はい。ってことで、プラチナ5枚のコイン変換5枚ですね。現在5割。果たして次の10枚は、うわぁ、マジノスケかぁ。なるほどね。
コイン変換、コイン変換、んぴゃー、プラチナ、しかもまたか、もう一回、やめてやめてやめて、コイン変換、んぴゃー、プラチナ、んぴゃー、プラチナ、コイン変換、んぴゃー、プラチナ、んぴゃー、まいった。あ、ここがここがあるのか。ああ、まあ本当、おお、あと、うん。まあだから本当は、5分の5、ね、5対5のはずだったんだけどね、ゴールドがね、1枚ね、コイン消費になったのでね、現在変換率、変換は20分の9でした。うん。ってことで、こっからね、1枚ずついきましょうね。まずはコイン変換のようですね。よいしょー。まあ、ここら辺今ね、多分小橋早口で喋ってると思うんでね。そこは失礼します。今のところ2分の2で、コイン変換。そして、おー、3分の3で、コイン変換。4分の4で、つまりずっと 66% を引いてる。いいね。そして、5分の4、5分の4って覚えとこう。5分の4。今のところ5分の4。うん、6分の5。これね、実はコイン変換の時ね、この側になる前にコインがね、6000増えるんですよね。よく見ててくださいね、左でね。今6分の5。増えない。うん、7分の5。増えた。8分の6。増えない9分の6、まあ、確率通りですね今のところね、うん、10分の7、もう11分の8、やっぱり単発1枚ずつの方がいいのかなって今のところ思っちゃいますよね。なんなら次でね、さっきの20連と並ぶからね。と思ったらね。12分の8。まあ、確率通りでいってますね。今のところ本当にね。あらー。13分の8。急に来たぞ。プラチナの。13分の8。おぉ。14分の9。14分の9。15分の10、15分の10、これで超えましたね。16分の11、16分の11。おぉ、17分の12、17分の12。おぉ、18分の13、18分の13。19分の13、19分の13。おぉ、20分の14、20分の14。さっきの、ね、10連ずつ回した時の20円で9枚だったのに対してね、まあ実質シルバーゴールドは10枚ですけどね。まあ今回ね、単発で回して20分の14っていうことでね。さあ、21分の14か。まあ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 、単発の方がいいのかなっていう風にね。まあもちろんこの41枚では、ね。いわゆるなんか研究者でいう優位性ってやつですか。は、かなってないと思うんですけどね。取られてないと思うんですけどね。まあ、もしかしたら単発の方が本当にね、コインが貯まるのかもしれないですね。まあ、合わせて23枚分、かける 23×6000 のコインが増えて、380万までいきましたね。っていうことでね、プラチナじゃない、第97回ミンゴルフェスもね、チケ分だけね、行きましょうかね。まあ、こちらはいろいろ当てたいんでね、10枚一気にね、行こうかな。ウェアは8枚だけか。うん。ウェアね、カジュアル9ホールやる人はね、いいみたいですね。当たんなかったか。特にね、このね、グローブとかね、伸縮法があるんでね、うん。っていうところなんですけど、まあ、小橋はあんまりかなっていうところがね。まあ、で、
多分今回の97回のミンゴルフェスが終わってから、まあちょっとねミンゴル祭とかのね休憩があって、6月の後半のラリーが始まる頃からかな、おそらく7周年のねでっかいイベントが始まると思うんでね、まあその前のね静かなね97回ミンゴルフェスになるんですけど、プラチナ率2倍なんでね、出現コインカンストしてるとか、シルバーゴールドカンストしてる人はね、まあ、ほんと84% をね、コインなしでね、消費できるので、まあ、今までのね、インペリアル系のギア、うん、が、セットになってない方は、ある程度回してもいいのかなって思ったり思わなかったりするんでね。まあ、果たしてどうでしょうね。まあ、めっちゃまたコインが溜まりましたね。これね、9枚コイン変換じゃない？違う？コイン変換。さあ、このプラチナ1個だけバスンとバシンとボシャーン。初富士がセットになったぜ。いやーよっしゃー、やっと来たー、来たぜー。そして残り全部コイン変換だぜ。いえ。えぐいですね。合計32倍分だから、かける6000で、もうほんと20万近くのね、コインが増えーの、かつ、初富士がセットになりーの、相変わらずずるいな。これ、このままであれなんだね。ちょっとだけね、そのままの勢いで回しましょうね。はい。まあでもね、さっき見たように、インペリアル系のね、やつじゃない方の方がね、0.499 でね、確率がね、下がってんですよね。インペリアル系の方が当たる確率が高いんですよね、こうやってね。うん、もうそうなっちゃってんですよね。まあこういうのありますけどね。まあ。ね、やっぱインペリアル系の方が、それこそスコッチとかね、お酒系とかよりもね。おぉ、シャンパンの方か。当たる確率がね、ほんと増えたっていうくらいになってますね。2倍なんでねっていうのもあるんで。うん、消費少ないからね、結構回していくのはありなんじゃないかなーって思いますね。カンストしている方は。ね、うん。せっかくなんでね。どうでしょう？さあ、あと10連ぐらい回しておしまいにしましょう。やめてー。コイン消費はね、3つ分だったんです。あと1つ、これか、おー、違った、プラチナコイ。あー、ダメだったか。お？あー。っていう感じですね。はい、まあ、チケットでね、初富士がセットになったんでね、よかった場合ですね。初富士はね、ここにクラブがあって、んで、
よいしょ。ってことでね。まあ、パワーはやっぱね、だいぶ減ってしまうんですね。にょーんぎ。は1回なんですね。426ヤード、無風、低反発、ボールコンディションも良くなんですね。まあ、絶景パワーショットってやつがね、428ヤードですね。無風、超ランニングが打てるですね。クラシック使うと、431ヤードですね。ただ何これ、速くなるの？はい。で、初富士チャレンジが、こう、4200ポイントなんでね。しかも、ステーブルなんでね。どうしよっかな。MGC の、にも使える、使えますかね。うん、なんかコースによってあれなんで使っちゃっていいかな。ですね。はい。っていったところですかね。うん。よかったばい、よかったばい。あれをチケットでやりちゃおうかな。っていう動画でした、なんつってね。はい。皆さんも、健康、ね、実生活第一に、頑張っていきましょう。以上、小橋でした。バーイ。